1度上がると1ヤード飛ぶ。そう、あと高、うん、あの 100m 高いと10ヤード飛ぶとか、あと湿度ね、同じ気温でも湿度が高いとき飛ばないし、早いな。早いですね。うん。ここから左に。いいじゃん。ナイス。ハイビンちゃんは。おー、ナイス。バーディーって狙っていくものなのか、守っていくものなのか。バーディーは自分がこのホール得意だなってあるじゃんね、シュランドで。はい。そのホールだけ取ればいいよ。そう、全部カツカツいかずに、はい、で、苦手なホールも絶対出てくるから、うん、ここはもうパーでいいと、うん、18ホールあるから、はい、それをこう分割するわけ、はい、ここは絶対取りたい、うん、ここは守りたい、うん、で、それで計算して2つ守れて4つ取れましたって2アンダーじゃん、はい、ゴルフでそれでいいじゃん、うん、だから特にショートなんか一番難しいんだから、はい、ショートはパーでいいのよ、うん、あと短いパー4も取りに行けばいいけど、うん、長いホールとかちょっと難しいなと思うホールは、うん、もうパーでいいの、うん、うまい。先生、もうやってた。ナイスパー。ちゃんと顔残した。トライだね。ギリギリじゃないですかね。いい球だけど、ちょっと球。池行ったかも。行ってみないと分かんないな。最近ビビッときた選手とかいますか？最近ビビッときた選手、強くなりそうだなってことですか？はいはい、あんまりわかんないですもんね、今の若手が。でもいますよ、何人かは、うん、あとはもう努力次第ですよね、うん、どういうふうにやるかっていうのは自分次第だけど、うん、お、打っちゃうの？なんだそのごっつさん駆け上がりを見たけど、狙った通りですか？はい、ドローだから駆け上がると、はい、多分走ってきたなと。さすがっす、うん、うまっ。止まった。本当に苦手なんですか？苦手。でもどういう風に打つんですか、今みたいな感じ。ランニングアプローチのイメージ。あー、もう球だけカンって、うん、これを、まあ、エクスプロージョンにしようとすると多分飛ばないし、うん、
なんかもう普通に5、60ヤードこういう感じにして、はい、球だけ上からトンって打つの。なんかたまたま硬かったから今の弾かれて飛んだけど、はい、あれが柔らかいと今みたいにうまくいかないね。来ないよね。失礼な言い方かもしれないですけど、はい、パターの距離感がもうバッチリすぎてびっくりしてるんですけどいやまあなんとなくしか打ってないですよそう距離感も方向も合わないですけど、距離感ってもう練習しかないですかね。距離感は朝やっぱ転がしたりするしかないですね、はい、感覚ですもんね。やっぱりいろいろこんなのがあったり、うん、長尺があったり中尺があったりする中で、うんうん、何が一番パター大事かって言ったら、いかにこう球をこう順回転で打てるか、うん、もうそれしかないんですよ。例えばこの線を引いてるパターを打って、僕が打ってるのも見てもらうと分かると思うんですけど、この線がもう綺麗に順回転で回ってるんですよ。もうそれしかないんですよ練習って。もう打つ前からそれはイメージして。そうですそうです。何のためにパターってこの線があるか、これはこの線を合わせるためなんですよ僕は。まあ、これ線ついてないですけど、うん、ここ緑線引いてるんですよね、うん、こう合わせてこの線を打ってこの回転が綺麗に転がるようにするしかないんですよ練習って。これができるようになればパターは上手くなるんです。それはもうズバ抜けて上手いのは藤田さんと谷口さん。転がし方がですか。球の回転がすごい綺麗なのは。僕はもうパターがクソ下手でダメだったのを、うん、谷口さんのパターを死ぬほど練習して、はい、後ろから見させてもらって、はい、でパターが上手くなったんですよ。へえ。教えてもらった年に平均パター1位になったんですよ。おー、いい球。いいね。跳ねた。はい、YouTube チャンネルを作ろうと思ったきっかけって何なの？きっかけは、自分的にはそんなに興味がない。勝ったんだけど、そのやっぱゴルフをこう広げるのに、うん、今ってこうやっぱ YouTube が一番いいかなと思って。でまあ今はゴルフだけしてるけど、はい、もっとゴルファーってどういうのっていうのをこうみんなに教えてあげたい部分もあって、はい、まあ、いずれは今の孔明軍団をみんな普段何してるのとか、はい、そういうのまでこう紹介してあげようかなと思って。もちろんゴルフする人がメインだけど、はい、趣味が釣りだし、はい、まあ、釣りもしようかなとか。え、海釣りですか。そうですね。なんかまあいろんな方面とつながってゴルフを広げていきたいなというのがきっかけかもしれないですね。次オフの日の過ごし方はやっぱ釣りですか。行けたら行くけど、はい、結構ねオフって天気悪いね。台風来てたりさえ、オフの時は大体もうあの家に戻られるんですか。そうですね、うん、家は東京と九州とかにあるんですか。いえいえ、福岡だけ。あ、そうなんですか。うん、福岡何でも最高っすよ。おお、乗った。小田さんどうですか、一緒に回ってみて。なんかイメージと全然違いました。全然違った。すごい気さくに話してくださいます、うん。
でも球がさ、はい、なんか違うよね。誰か意識があるみたいな球があるよね。はい、全部ピン、綺麗にピンと、ため息が出るほど、綺麗な球です。ね、うん。あ、木の下だ。YouTube 的にはこういうの美味しいですね。そうですね。どういうイメージで言ってますか。あの下通って転がって乗せる身。あ、もう花見て使いますね。そうそうそう。おお、すごいね。いやー、すっごい勉強になる、本当に。どう？いや、もうこの歯までもう9番ですもんね。うん、めっちゃ速く感じてます。速い？めっちゃ取ってるよ。俺僕6番ぐらいの感覚でたらさっき8番とか言われて、うん、みたいな。もう終わりじゃんみたいな。めっちゃ取ってる。速っ。いや、これ取れ高やばくないですか？やばい。待って。カットするとか今のところないっすよ、うん、全部使える。こびりついてみたい。コースいいよね。はい、マジでいいっす。超綺麗。このコースいいよね。すごい仕上がってる、うん、なんか一般営業とは思えないぐらい芝もすごく短く刈られてるし。ですってよ、下さん、一般営業とは見えないらしいっす、ね。はい、すごくいい。はい、ありがとうございます。いつも通りですか？いや、やはりこれ PGM の中でもグランPGM っていう、うん、ちょっとハイクラスのゴルフ場の一つなので、かなりコンディション維持には力を入れてますね、うん、一番力入れてますね。うん、女子の試合とかすぐできます、ね、全然できる、うん、これでできるっすよね、このセッティング。お、ナイス。ピン抜くときと外すときの違いって何かあるんですか？僕基本的に10メーター以内抜きますね。10メーター過ぎるとつけたりしますけど、うん、なんかみんなで仲間内で結構検証したんですよ、はい、当てた方が入るかとか、はい、大体ね、刺してるやつの方がほとんど入んない、短いパターンも、はい、なんでかって言ったらやっぱり旗がある分強く打っちゃうんですよ。だそれに当てようとしすぎてオーバーしたとき3パットの率が高いんですよね。あれ惜しい、ベソーで取れないね、そっち。あれ、6個負けくらい？ 5個負け。まだハーフあるんで、はい、後半僕とタイちゃんバッチ噛み合うんで、はい、いいな。小野さんどうしたこの2人は？まだまだですね、はい、もうやっぱりところどころやっぱりでもいいもの持ってると思うんで、うん、まあ、コースの攻め方とか、うん、そのやっぱり無駄なことをしないようにですね、うん、攻略っていうのはいくら知らないコースでも、うん、こう外しちゃいけないところがあるじゃないですか、まあ、そういうのをなくしていけばもうすぐにプロになれると思うけど、うん、これは勉強だよね、日々。ゴルフってもう本当にその出会いもあるし、その自分の練習とかもそのいい人と巡り合うことで自分がいかに伸びていくか、そのきっかけっていうのはもう運なんですよね。米山みどりさんが試合出てる時に伊沢さんがキャディーしたのよ。その時に伊沢さんがキャディーしてるからちょっと面白いから見に行こうって言って見に行ったの。なんかこうグリーン上に上がってないのね、練習グリーンに。なんで上がんねえんだろうと思ったら、やっぱ何人以上いる時は入っちゃいけないんだよとか、えって言って女子の方が厳しいんだと思う。何時なんかもバンバン入ってくるからさ、はい、朝のスタート前は入っちゃいけないとか。あ、そうなん、はい、男子はもうみんな自己中大体自己中。まあ唯一たまに日韓対抗とか、はい、そういう、 こう代表に選ばれたりすると妙にこう団結力があるっていうか、すごいなんかこう仲間内で頑張ろうみたいな感じになるの、不思議と。なんか団体戦って結構面白いなと思って、だからオリンピックも団体戦になるとちょっと楽しいんじゃないかな。ああ、そう。漬け丼。漬け丼です。あとナイフフォークで食べる男。え、違う。いただきます。
めっちゃうまい。はい、皆さんこんにちは。小田孔明さんとのバトル今撮影してきたんですけれども、帰りに小田孔明さんからよかったらプレゼントあげるよっていうふうに言って、小田孔明さんのスポンサーのものをいくつかもらったんですけれども、これは小田孔明さんファンにあげた方がいいなというものがいくつかあったので、それを視聴者プレゼントにして渡しします。1つ目、本間の帽子、ちょっとおしゃれ本間で、なんでこれが小田孔明さんグッズなのか、まずプレナス、スポンサーのプレナスさんね、キャップ、これが入っている。あと小田孔明さんの67番、これ何か知らないでしょう、6月7日生まれだからそうです。で、まあ数字もね、毎回5アンダー取れば優勝できるからっていうので全部67にしてるんだそうです。これを1名ずつ。次、これも小田孔明さんグッズ、これもワンダース、スリクソン、Z スター、前なんかダンロップだったのかな、で今もダンロップのボール使ってるらしいんですけども、はい、孔明って書いてあります。わかります、孔明って孔明って入ってます。小田孔明さんの名前入りのボール、スリクソン Z スター、いいボールですよ、これ高いボールですよ。これが2ダースあるので1ダースずつ、まあ、4名までいきました。次、これですね、小田孔明さんは福岡の方、九州の出身で福岡の方なんですけれども、本物という、ブランドのベルト、これを1名さん、はい、まだあります。はい、小田孔明さんが使っているエリートグリップのグリップ13で1セットを3セットを1、2、3名にプレゼントします。豪華。さらにプレナス、弥生券とホットモットお食事券500円券10名にプレゼントします。リンゴルフのいつもの概要欄にありますので、その応募フォームから応募してください。小田孔明さん、ありがとうございました。また出てください。